世界中のボクシングファン、関係者の視線が再び日本に集中した。9月18日、有明アリーナでテラ事件史 BMB、31歳、中谷淳と、MT、25歳、那須川天心、定健、25歳、をフィーチャーして行われたビッグイベントは欧米でも中継、配信された。 軽量級を席巻する3人がそれぞれ勝利を手にした興行は関係者の目にはどう映ったのか。画像、これはえぐい、ケイ・シローがブドラーの顔面を、ぐにゃ、と歪ませた決定的瞬間、痛烈ボディも、マジで行き止まりそう、英国人記者も絶賛するテクニックを連続写真で、世界が惚れる中谷潤との左、天心、幻のダウン、も全部見る、全60枚帳。 試合後、リングマガジンの元編集人、マネージングエディターであり、現在はスポーティングニュースで顕筆を振るうイギリス人ライター、トム・グレイ氏に意見を求めた。リングマガジン、スポーティングニュースの両方でパウンド・フォー・パウンド・ランキング、PFP、選定委員を務めるグレイ氏は軽量級、アジアのボクシングにも精通しており、その言葉には常に説得力がある。 前2回の前編はテラ事件史郎をレビューする後編では中谷潤と那須川天心に対する評価を語っている WBA ・ WBC 世界ライトフライ級タイトル戦時事件史郎9回 TKO ヘッキーブドラー南アフリカ今回の豪華な興行の中でも最も印象的だったのはテラチの強さでしたブドラーは非常に経験豊富で もう10年以上にもわたってトップレベルのボクサーであり続けてきた選手35歳になった今でも力を残しておりラチの顔面ボディにコンビネーションを打ち込んでいた今戦の前半にも健在ぶりは示されていたと思いますブドラーも被弾は少なくなかったですがそのたびに打ち返していましたただ徐々にペースを掴んでいったのはやはりラチの方でした ブドラーのタンクはついに空に近づき、9回、テラチは圧巻の連打でフィニッシュに持ち込みました。アメージングボーイ、ザ・アメージングボーイイコール英語での愛称、は本当に素晴らしいボクサーです。今後、試練もあるでしょうが、私はテラチがライトフライ級史上初の4団体統一王者になると見ています。テラチに関して最も印象的なのは、非常に知的であること。 ブドラー戦の序盤は一方的な内容ではありませんでしたがそれでも経験を生かして上手に戦っていました技術がしっかりしている上に左右両方のパンチに標準以上のパワーを備えていますジャブをはじめさまざまなパンチが上質で距離感にも優れているために多彩な攻撃が可能になりブドラー戦でも顔面ボディをまんべんなく打ち分けていました 中でもブドラー戦で鍵となっていたのはボディ打ちとジャブです。テラチのジャブは本当に素晴らしく、彼のボクシングの基調になっています。それに加え、今戦ではボディを効果的に攻めたことがブドラーのスローダウンにつながりました。ブドラーは本当に息の長い選手で、その強さはスペインの2階級王者キコ・マルチネスを彷彿とさせます。今回もコンディション自体は万全だったように思え、 それゆえにテラチのようにフレッシュな王者に対しても好試合を演じることができたのです。ただ、35歳という年齢になると、ボディを狙われた場合、ソーラプレクサス、キドニー、リバーにダメージを負うことになります。それを熟知したテラチはまずは相手のボディを打ち、ガードを下げさせた上で顔面にパンチをまとめていきました。フィニッシュの連打は非常に的中率が高かったですね。 ボディ攻めがあったからこそ可能になったことであり、その仕留め方は見事だったとしか言いようがありません。テラチの聡明さが分かりやすい形で示された勝ち方でした。今後、テラチに関しての注目は順調に統一戦路線を進めるかどうか。WBO 同級王者ジョナサン・ゴンサレス、プエルトリコは10月下旬、レーマン・ベナビデスと防衛戦を行うと伝えられています。 ニカラグア出身の挑戦者はゴンサレスに対抗できるだけの技量を示したことはなく、私は王者が順当に防衛すると予想しています。その後、今年4月に一度は虚構が決まっていたケンシロウとゴンサレスの3団体統一戦が再セットされることを願っています。ブドラー戦の前、テラチからコメントをもらいましたが、彼のナンバーワンターゲットがゴンサレスであることは明白に思えました。 実現すれば、手がかなり優位でしょう。個人的には IBF 同級王者シベナティ・ノンティンが南アフリカの方がこの階級のダークホースになりうると見ていますノンティンガが昨年9月タイトルを奪ったエクトール・フローレスメキシコ戦はすごい打撃戦でしたその試合で王者になり7月にはレジー・スガノブフィリピンにも勝って初防衛も果たしています 非常に辛抱強い選手で、それでいてフローレス、菅ノブの両方からダウンを奪っていることが示す通り、一定のパワーもあります。まだ12戦のキャリアにもかかわらず、落ち着いていることも興味深いです。ゴンサレス、ノンティンガを比較したとき、一般的に知名度があるのはゴンサレスの方。ただ、統一戦で対戦し、 テラチにとってより大きな試練になるのはノンティンガなのかもしれません。ブドラーと同じく南アフリカ出身のノンティンガとの試合を組むことは、テラチの陣営にとって難しくはないはず。現時点で予想すればテラチが有利とは思いますが、楽しみな統一戦になると思っています。テラチは完成されたプロであり、どんな賞賛にも値する選手だというのが私の意見です。 現在のトップ10は層が厚いため、まだ PFP ランキング入りは果たしていませんが、4団体統一を果たせば可能性は膨らみます。リングマガジンのアンソン・ウェインライト記者は、テラチは PFP にランクインする寸前にいる、と述べていました。その地点まで来たのであれば、今後は試合内容が問われることになるのでしょう。ボンサレスとの統一戦が実現するとして、僅差判定で勝つのと、 圧倒的なストップ勝ちを収めるのとでは印象がかなり違ってきます。トリッキーなスタイルとスキルを持つノンティンガが相手であっても同じことです。井上尚弥がスティーブン・フルトン、アメリカ、に勝った後、井上こそが世界最高のファイターだ、という声が数多く出たのは、あれほどの実力者を一方的に下したからでした。その直後、テレンス・クロフォード、アメリカ、 が同じようにエロールススペンスジュニアアメリカに支配的な勝ち方をしたために、リングマガジンの PFP は1位クロフォード、2位井上という順番になったのです。その例が示す通り、ハイレベルな PFP ランキングではどのような勝ち方をするかが焦点になってきます。テラチも今後、強豪を相手に戦い続け、ファン、 メディアに衝撃を与えるような勝ち方ができれば、TFP トップ10入りは否定できなくなるでしょう。強敵と対戦し続けるという点では、日本のエリートボクサーたちは信頼がおけます。彼らはビッグファイトを組むのに、アメリカ、イギリスの選手のように数年も待ったりはしません。井上はバンタム級時代も常に最高の相手を追い求め、 スーパーバンタム級での初戦でも階級最強の選手と戦いました。そんな姿勢こそが、私が日本のボクシングに関して最も感心させられている部分。ラチについてもそれは同じで、今回の指名戦の後は統一戦、最高の相手を追い求めてくれるのでしょう。後編、では中谷潤とへの期待、そして那須川天心に対するリアルな評価を明かしている。